はい、どうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育会で仕事をしていて、子供たちに勉強をしててるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております、えー。今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、はい、えー、いわゆるその芸人界の成果会をですね、告発した女芸人さんがいらっしゃるんですけども、その芸人さんに対してですね、えー、その、まあ、今テレビでもすごい売れてるですね、トロサーモンの久保田さん、M1 チャンピオンですね。はい。あとはですね、もう一人の芸人さんが、 自身のラジオでですね、えー、その女芸人さんをですねまあ言ってみたらクソみそに批判したっていう件について話していこうかなというふうに思っておりますはい、えー、まずなんですけども今後、うん、のですね、えー、話の登場人物は3人います、はい、1人は m 1チャンピオンにもなったことのあるとろサーモンの久保田さんですねでもう1人はですね r 1チャンピオンに過去なったことがある中山浩太さんというピン芸人さんですこの中山浩太さんと久保田さんはですねあのラジオのレギュラーをやってらっしゃるんですよねうん で、その中の一コマっていう感じです。はい。で、続いてですね、この女性芸人は高松奈々さんっていう方なんですね。まあ、この方は何かっていうとですね、現在30歳くらいかな。はい。あの、女子高生の頃からですね、芸人やってた方なんですよ。はい。で、お笑いのね、テレビのショーレースとかでもね、なんか優勝したことあるのかな、確か。うん。で、現在はですね、いわゆるその政治的な活動といいますか、まあ、いろいろしてるんですよね。まあ、例えばなんですけど、全国の高校を回ってですね、そのお笑いとかを絡めながら、いわゆるその選挙をする、選挙にちゃんとね、子供が行く、若い人たちが行って、 投票することが大事だっていうことをですね、訴えかけるような営業をですね、他の芸人さんたちと一緒にやったりとか、うん。まあ、いろいろやってる方なんですよ。うん。で、その中でですね、近年この方が力を入れてるのが、芸能界におけるですね、いわゆるそのハラスメントをなくしていこうっていうことなんですよね。うん。という何かっていうと、近年ですね、特にこの芸能界に対する性果害問題っていうのがすごく浮き彫りになってきてるわけじゃないですか。それこそ某映画監督たちがですね、その女優さんに対して性加害、まあ、いわゆるその立場を利用した性加害を長年加えてきたことだったりとか、それこそ最近の ジャニー北川さんの件もそうだしんそれこそあとは枕営業なんて言葉もね、あったりとかしますからね、はい、だからそういうふうに芸能界におけるですね、この性的な部分でのハラスメントっていうのを少しでも減らしていくたびにですね、何か活動をできないかということで現在その辺に力を入れていろいろやってたりとかするらしいんですよね。うん でなんですよ。でなんですけども、うん。そんな中でですね、高松さんが過去の自分のね、えー、見てきた現状といいますか、被害も含めて話したことがありました。これで、ね、ちゃんとネットの方で高松さんが言ってることです。これ何かというとですね、どうやら、その、ね、 男性芸人から女性芸人に対するハラスメントっていうのも、まあ今でこそ本当に見なくなってはきたんだけど、当時はすごかったっていうんですよね。うん。例えばなんですけども、その楽屋でですね、先輩芸人が、その女性芸人の胸を揉んでいたりだったりとかですね。はい。あとは、こう、飲みの席っていうんですか、カラオケとかそういうとこ行った時にもですね、同じようなことが行われていたりとか。はい。そういうのをですね、普通に見ていたらしいんですよね。うん。 で、実際ですね、高松さんもですね、女子高生芸人の時にですね、ライブでこう、袖ってあるじゃないですか、こう、舞台に出るまで横の部分ね、あそこに立っていたらですね、なんと、まあ、誰とは言いませんでしたけども、そのね、先輩芸人からお尻を揉まれたりとか、普通にされていたらしいんですよね。うん。で、当時から高松さんはそういうことをされている女性芸人さんたちに対して、まあ、その男性芸人たち、男性芸人もそうですよ、でもそうなんですけども、強い違和感を持っていたらしいんですよね。うん。まあ、しかしながら、やっぱりね、まだまだペイペイっていうこともあるし、それを言ってしまうとさ、まあまあ、まあ、いろいろ あるじゃないでですか、うん、でそういうのもあって、言えなかったっていう背景、過去があるんですよね。でそういうのも相まってですね、今はちゃんとこれを、ね、それを後悔してると、やっぱりこういうことは声に出していくべきだ、みたいな感じで、まあ、芸能界でもですね、そういったハラスメント的なものをですね、ちゃんと向き合う時期が来たのではないかと、えー、直していくべきなんじゃないかというふうな感じでですね、高松さんは行動を始めたっていう感じなんですよね。うん で、その件についてですね、大劇としたのが誰かっていうと、久保田さんと中山幸太さんなわけなんですよね。うん。で、まずですね、この二人はですね、まあ、いわゆる、その、そういったニュースがあったということで、そのニュースに対してですね、まあ、ラジオの中で取り上げたわけですよ。そのお笑いジャーナリストの高松奈々さんが、こんなことをしていました。こんなことを言っていました。みたいなことが来るんですよね。で、それに対してですね、二人がまず何を言ったかっていうと、まず二人ともめちゃくちゃ怒ってるんですよ。怒ってる。はい。で、何を言い出したかっていうとですね、うん。 なんやねん、まずこのお笑いジャーナリストってどういうことやねんとかいうふうに言って、まずこのお笑いジャーナリストっていう肩書きに対してですね、まあ大いに切り出すわけなんですよ。んやねん、ジャーナリストってアホか、みたいな感じで、馬鹿にする感じで、うん。で、次に何を言ったかっていうとですね、いや、俺たちはこのお笑い界で長年やってきたけど、ね、正直言って楽屋でね、男芸人が女芸人の胸揉んでるのなんて、俺は見たことないっていうふうにはっきりと言ったんですよ。は、う、い、ん。 ね。だから、要は、その言わってる,るかっていうと、高松奈々さんに対して、お前嘘つくなよみたいな感じで喋るんですね。嘘つくなよお前みたいなね。何とんねんお前みたいなね。はい。いや、俺ら長年芸人やってきたけど、ね、楽屋で男芸人が女芸人の胸もむは見たことないわみたいな。はい。で、なんだったらですね、そのえ、先輩芸人が後輩芸人やるのなんて一番ないからっていう風に言って、まあ、否定し出すんですよね。うん。はい。 で、最終的にですね、中山久保田さんが、もうよくわからないこと言い出してですね、そんなん言い出したら、俺だって、ね、その女の先輩何人かに飯に誘われて行ってみたら、そこで股間誘、触られたからなっていうですね、もうわけのわからない言い訳と言いますか、反論をし出してきたわけなんですよね。うん。はい。で、実際にですね、まあ、それのね、えー、ラジオのコメント欄とかを見てみるとですね、そうだそうだ、その通りだ、みたいな感じで、久保田さん、中山さん、最高、みたいなね。はい。みたいな感じで絶賛するコメントがあったっていうのが、まあ、今回あった件なんですよね。うん。で、これは、 見て僕はどう思ったかっていう話なんですけども、はい、いやなんかすごい危険な考え方してるよなっていうふうに思いました中山さんと久保田さんが。うん、という何かっていうと、まあ、僕はですね中山さんと久保田さんがね、うん 言ってること、要はその自分が楽屋とかで先輩芸人が後輩の女芸人の胸なんて揉んでるの見たことないと。はい。まあ、それはですね、まあお二人が言ってることだから、まあ事実では全然あったりもすると思うんですよね、さすがに。うん。ただ皆さんこれ大事な何かっていうと、自分の目に入ってないからって言って、世の中全体でそれが起きてないっていうふうに断定するのは、いくらなんでも難しいよねって僕は思うんですよね。はい。って思うんですよ。うん。そう。自分が見てないだけで、その人が裏で何かしてた可能性は全然あるじゃないですか。ね。 はい。で、それこそ皆さん考えてほしいのが、お笑い芸人さんって今現在ですね、どれくらいの人数いると思いますかって話なんですよ。ね。これどれくらいの人数いるかっていうと、もう優に1万人は超えるなんて言われてるんですよ。というのは何かっていうとですね、例えば皆さん M1 グランプリってあるじゃないですか。M1 グランプリね。はい。あれって毎年ですね、参加人数が増えていって、最新回では確か8000人くらいかな。はい。だからもう1万人に届くくらいの勢いの人たちがですね、まあ芸人という肩書きを持って M1 グランプリに参加してるわけなんですよ。まあもちろんですね、中にはアマチュアの方もいらっしゃるんですけども、ただ、ただそれはやっぱり一部の方ですからね。 うん、でさらに言うと芸歴を15年超えていてもうその m 1に参加できない芸人さんも5万といるんですよね。っ、は、て、い、考えると芸人さんっていうのは1万人以上がもう今の世の中にいるんですよ。はい、ね。 だから、言ってみたら、僕らが普段テレビに見てる芸人さんっていうのは、その1万人くらいいる芸人さんたちのトップオブトップっていうか、本当にそのね、熾烈な戦いを勝ち抜いてきた、本当にピラミッドの頂点のごく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 ,ごく一部の人を僕らがテレビで見てるんであって、その下にはですね、全くにテレビに出れてないような、無名のですね、1万人近い屍がですね、そこにはあるわけなんですよ。うん、で、そうなってくるとですね、皆さん、そうなってくると、じゃあこの屍の1万人はじゃあ何してるんだよ本,本来今、今は何してるんだいって話になるんですけども、彼らはライブに 見て,てるんですよライブうん。 はい。で、それこそですね、皆さんね、おそらくですけども、高松奈々さんが出てたライブっていうのは、めちゃくちゃ最下層のライブだと思うんですよ、当時出ていた。うん。いわゆる、たまに芸人さんでもいらっしゃいますので、ね、地下ライブって言葉を確するわけですよ。地下ライブ出身だから俺は、みたいな。はい。これ何かというとですね、いわゆる、その何かしらの例えば、吉本。吉本とかそういうところが自社の劇場で開いているようなライブっていうのは、まあ、言ってみたら、オフィシャルの地上のライブなんですよね。うん。ただ、世の中にはですね、そういうふうに、インディーズライブって言われてるですね、めちゃくちゃですね、劣悪な環境で全然面白くない芸人さん がですね出てるようなろくでもないライブっていうのがいくらでもあるんですよ。はい。まあ、それはそうですよね。だって1万人芸人さんいるんですか。ね1万人いるうちのまあ、えー、ね吉本の劇場だったりとかねちゃんとしたお笑い事務所の劇場というかライブインテリエーションでごくごく一部でそのほとんどはですね自分たちで勝手に。うん ライブハウスというか、ね、劇場、劇場っていうか、なんつうのかな、施設を借りて、そこで自分たちでね、お客さん相手にチケットを手売りして、もぎりしてとかやってる人たちって、いくらでもいるんですよね。うん。まあ、あともっと言うと、ちょっとこれね、話が一瞬それかもしれませんけども、そういうお笑いライブをですね、開催してるイベンター言いますか、制作会社もあったりするんですよね。うん。で、そいつらがまたですね、悪度かったりもして、ね、まあ、いわゆる自分で、自分で小屋を借りて、じゃあここでライブやりますよ。じゃあ出たい人、芸人さん、行ってきてくださいっていうわけですよ。そうすると、芸人さんたち、さっきも言いましたけども、1万人のね、 大多数にいるね、もう最下層芸人の人たちは出るライブもないから、そういうライブに自分でエントリーするわけですよ。出してくださいって言ってね。で、そうすると何が行われるかっていうと、参加費を払わされたりするんですよね。参加費。うん。そう。吉本のライブだったらどんだけ安かろうがですね、ギャラってちゃんともらえるんですよ。ね。吉本の中で芸歴1年目の子でも、吉本のライブに出たらちゃんとギャラはもらえるんですよ。少ないですよ少ないですけど。はい。ただそういう風な最下層のライブっていうのは、自分でお金を払って出るんですよね。はい。 自分でお金を払っててる。はい。で、実際じゃあライブが始まってみても、集客なんてほとんどできないから、もうお客さんなんて一桁ですよ。一桁。うん。ね。で、そんなところでじゃあネタだけ披露をして、で、結局お金がマイナスになって帰るっていうですね、そういう劣悪なライブっていうのはいくらでもあったりするんですよね。うん。まあでもこれはあるししょうがない。だって芸人さんがもう1万人くらいいるんだもん。うん。1万人もいるとするんであれば、その人たちがやっぱり舞台に立とうってなるとですね、そういう劣悪な環境でのライブも、まあこれは致し方なしなんですよ。うん。で、そういうですね、劣悪な環境のライブっていうのは、まあ言ってしまえば です、ね、まあ、うん、そのさっき言ったね、先輩芸人が、女芸人のね、胸を触るとか、お尻を触るとか、そういうことは僕、全然あってもおかしくないんじゃないかなって思うんですよね。うん、実際、高松な奈さんってです、ね、高校生時代、女子高生の時芸人やってたって言いましたけども、その時って別にね、高松菜奈さんってまだ、あ、確か事務所とか入ってないですよ、事務所とか。うん、だから、おそらくですけど、フリーのエンドリーライブに出てたと思うんですよね。はいそう で、となると、やっぱりそこでは劣悪なとこもあったりもするから、まあそういうことが行われてても不思議じゃないよねっていうね。うん、そう、つまりその中山さんとトロサーモン久保田さんが言ってることは、あくまでその大企業吉本っていうね、部分での話なんであって、ね、吉本というですね、大企業の外にはですね、嘘みたいなですね、ライブがたくさん乱立していて、ね、その中では嘘みたいな光景が普通にあったりするんだよっていうね、ことなんですよ。うん、で、その部分を知らない中山さんと、えー、久保田さん、あくまで吉本の現状しか知らない、吉本で生きてきた。そこ しか見てない2人がそんなことないっていうふうに言ってる姿はうん。 僕はちょっとはっきり言うけど、視野が狭いのかなっていうふうに思いました。はい。あともう一個言うとですね、その中山さんが言ってですよ、そんなに言うんだったら、俺だって、その女の先輩芸人ご飯誘われて国家に誘わ、股間さ、触られたっていう、なんかわけわかんないね、なんかその反論みたいなことしてましたけど、うん。いや、でもそれを言い出しちゃうと、やっぱりお笑い界ってハラスメントあるんじゃんっていう証明になっちゃいますよね。うん。だって中山さんがその意見で何が証明できたかっていうと、お笑い界にはやっぱりハラスメントがあるんだよ。性的なハラスメントがあるんだよってことなわけじゃないですか。うん。だって、女芸人さんが中山幸太さんを呼び出して股 触るくららいいだっったそその逆の逆方が全然ありそうじゃなでですすかって話なんですよ女性から男性へのハラスメントより男性より女性男性男から女性へのハラスメントの方が世の中圧倒的に多いじゃないですか。ね、って考えると中山幸太さん出ですよ女芸人さんに股間触られたってことはじゃ逆に男芸人さんがってことの方が全然あるよって話なわけでね、うん、だから中山幸太さんのそのねエピソードっていうのは逆に高松奈々さんのことを批判してるように見えて高松菜奈さんの言ってることを肯定してるようにしか僕は見えないというか結果としてね。うん なっちゃってるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。 だから何でしょうね。すごいシンプルな話であると思うんですよ、ね。自分が見てなかったからといって、その業界全体がそうじゃないっていうふうに言い切るのは違うよって話なんですよ、はい。皆さんも多分ね、会社員として何かしらの業界に所属してると思うんですけど、例えばあなたの会社ではそういう不正が行われてないけども、だからといってあなたの業界全体でその不正が行われてないかつはそんなことないでしょって話なんですよ、はいで。自分の働いてる、例えば車屋さんで不正が行われてなかったら、車屋業界全体で不正が行われてないっていうね、そういうイコールになりませんよね。 あくまで自分たちがやってないだけで同じ業界にいる他の車屋さんはやってたりもする可能性も全然あるよねっていうのが事実なわけだから、うん、単純なその部分が一切分かってないなっていうふうに僕としては思いました、うんえー、というわけで,です、ね、今回はこれで終わります小で先生、ね、ちょっとも共感してくださった方よかったらチャンネル登録コメントいらっしゃらぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました